皆さんこんばんは。今からこのブレスト、このベルトを通信、赤外線で通信をしてどのぐらいの距離で通信できるか実験したいと思います。できました。そうなんだよね、角度によってなかなか通信できない。そうなんだ。このところと、ここ、よし、あ、できた。あ、できた。あ、できた。3メートルできた。すごいね。多分こことここでなると思う。うん、でもさ、あんまりさ、3メートルかさ、離れると角度とか難しい。多分、ついでに4メートル離れちゃうね。え、そこ倒して。やれんのかな。パパやると、お、あ、ここか。おお、なんか急にできた。すごい。すげえ。どんだけ離れてんだこれ。もう一回、もう一回。角度がなんか。できたな、収集。できた、できた。お、できた。すげえ。おお。パパがやるとできる。パパがやるとできるね。パパが背高いからじゃない。そうみたいだね。これは通信されないね。無理っぽいね。うん、5メートルは無理だ。あ、できた。4メートルいった。4メートルいった。もう一回やってみて。あ、できた。うん、パパがペハってやったら4メートルちょろいじゃん。うん。あ、必殺になっちゃった。必殺になっちゃった。必殺できねえ。さっきのこっち見て。拍手。待って、やめよう。うん、これで紹介、これで音声の音なんか終わります。バイバイます。自由グッバー。チャンネル登録よろしくね。5メートルいった。イエーイ。イエーイ。ございます。